花房神父様、被災除会25周年、おめでとうございます。厳粛のお祝いにあたって一言申し上げたいと思います。今は東京教区のイグナチオ教会、一番大きな小教区の主任司祭を務めてくださっています。その意味でも東京教区の中では非常に重要な役割を果たしてくださっていることに感謝したいと思います。そして同時に花房神父様は、さまざまな心の問題を抱える人たち、さまざまな困難に直面をしている人たち、弱い立場に置かれている人たちにいつも配慮をして、心を配り、その人たちと共に歩もうと努力をしてくださっています。その活動の上にこれからも神様の豊かな祝福があるようにお祈り申し上げます。どうぞこれからも頑張ってください。